けど、結構経ってんだけど、さ、9月の10日にさ、俺の子供が生まれて、まあ、ダブルリリースみたいな感じで、今日は。いろいろ考えるよ。なんか、新たな感情も芽生えてきたりとかして、すげえなと思う。それで今日こんな、ね、いっぱい人がいて、こんな空間を共有できて、みんなで楽しい酒が飲めて、みんなで笑い合えたら最高で、すげえことだよ、これは。人間の力ってすげえんだよ。全然余裕だから、何があっても。そう、自力だって未来を、マーソン・プラブレイ
の電話帳には EX ヒャバ君って書いたんだよ。おしゃれなヒャバ君がビールいただきました。レント。全部コーラスしていいですか。レントない。あのね、子供が丸だって言ったよ。レント。ビビったよ。すげえな。なんか今まで生きてきたつもりでとんがってみたけれども、ああこんなに愛に恵まれてたんだとつくづく思うね最近。でもまあみんな何俺が今子供にやってるような感じで父ちゃん母ちゃんに育てられて今この場にいてで今こうやってみんなで楽しもうってすげえことだから、こういうのは絶対つなげていった方がいいんだよ。つなげていこうぜ無限希望。